面接や会社説明会で企業側から学生に何か質問はありますかと問いかけることが多い。こうした投げかけは、企業が学生にする質問に対して学質問などと呼ばれる就職活動をする学生と数多く接する企業人事からは、私有活性にはどんどん質問してほしい。 という声をよく聞く。質問があるということは、それだけ、当社に興味がある、入社意欲がある、と受け取るからだ。ところが最近、質問の内容によっては、かえってマイナス評価になるものが多々あるという。では企業人事は、学生のどんな質問を NG と捉えるのだろうか。 HR 総研では採用担当者に対して各種調査を行っているが、採用活動でマイナス評価となる質問についても聞いている。その回答結果を内容別に分類し、コメント数が多い順にランキング形式でまとめたカウントダウン方式で紹介していこう。学質問集の模範例が正解と限らない。 9位、面接官個人への意図不明な質問。例えば、面接官に対しての入社した動機は何でしたかという質問は、面接官の死亡動機に左右される死亡者という印象を、機械メーカーの人事担当者を与えるし、ご自分の動物に例えると何ですかといった質問は、質問の意図が読めない。 メーカーと受け取られる、ある食品関係の人事担当者は、やめようと思ったことはありますかという質問を受け、並行したという、調べてみると、これらの質問は、面接官への学質問集などに掲載されているようだ。もちろん、 話の流れからこのような質問をすることもあるかもしれないが、学質問集にあったからと唐突に質問すると、学校かだ。自分が本当に聞きたいことかどうか、よく考えて質問しよう。8位。説明会や面接で話したことを再度聞く。話を聞いておらず、同じことを聞いたり、 ネガティブな姿勢での質問は関心しません。制約。それ。さっき話したでしょ。と言いたくなるに違いない。さらに、説明会終盤の質疑応答の際に、御社の強みと弱みを教えてください。という質問はマイナス評価です。その時点までの説明で、強み、弱み、 というワードを用いていなくても、優位性や課題などは解説していますので、何も聞いていなかったのかと感じます。せに、と厳しい、学質問集には、その会社のことをもっと知りたいという意欲が伝わります。などとよくおすすめされているが、場合によっては要注意である。 説明会全体の流れを組んで質問することが大事だ。質問が全くないのはマイナスの印象を。7位何も興味を示さない。最後に、何か質問はありますかと促して、特にありません。という回答は、当社に興味がなさそうに感じる。機会質問はありません。 と言われることが最もマイナス。ん裕。との指摘がある。自社に対して興味を持って調べったり、説明を聞いていれば、何か疑問点が出てくるのでは、と企業側はき、待、ま、たしている。その疑問を解決して次の選考に進んでもらいたいと思っているのだ。6位。ヒードバックを求める質問。最近、 面接のヒードバックを行う企業が増えており、学生もヒードバックをリクエストするケースが見られる。適切なヒードバックは学生から評判が良いと人事はわかっているので、無限にされることはないものの、それをマイナスに受け取る採用担当者もいる。次の面接に活かしたいので、本日の面接のヒードバックをいただけませんでしょうか という質問。一見、前向きな質問にも聞こえるが、この面接は所詮練習だったのか、と残念に思ってしまうこともある。制約、という、採用担当者の声も聞かれる。面接の中で、御社に本当に入社したい、という意欲が感じられれば、次の面接、という発言を、 役員面接など、自社の次の面接、と受け取るのだろうが、そのように感じられなければ、他社の練習台にされた、と、人事をがっかりさせてしまう。使い方を間違えると危険だ。本命以外ではこの質問をしない方が得策と言える。本命なら、二次面接のため、役員面接対策、 と、その意思をはっきり態度に出して、ヒードバックを求めるのも良いだろう。5位。あからさまな自己 PR。学質問集には、自己 PR しながら質問をすると交換職を得られると書かれていることがあるが、あからさまに自己 PR を目的とした質問は、自分のアピールとしか思えない。本当に聞きたいわけじゃない。 制約。何か炎症に残るためにするような中身のない質問。取ってつけたような質問。電気。という印象を受け。学校果となる場合がある。過剰な自己 PR。食品。や、自分をよく見せようとする質問。自動車関連。は、人事にはその意図が透けて見えて。 かえって心象を悪くする。ように。万全とした質問や意図がわからない質問。この会社どうですかなどのざっくりすぎる質問。ルーツー。や、御社の今後の方針を教えてください。といった、何も予備知識がないと出る質問。印刷。それを聞いてどうするのという質問の意図がわからない質問。 入社意欲がないと判断される。情報を、といった声が上がる。こういう質問をしたら、何も調べてきていないのを自ら露呈するようなものだ。見ればわかることを聞くと評価を下げる。3位。教育メニューやキャリアアップ。ロールモデルを聞く。自分を成長させてくれる研修等はありますか は、受け身的な質問と感じる。情報。通信。さらに、記者ではキャリアアップをどのようにお考えでしょうか。は、すべてを会社がしてくれる受動的な質問に聞こえます。企業説明会で聞く質問として教えられているのかもしれませんが、本人がどのような意図を持って聞いているのか、疑問に感じることがあります。 制約。とのコメントがあった。キャリアアップやロールモデルを聞くことは、学質問集で、よくおすすめされているので、入社意欲を見せる質問と思われているかもしれないが、すべての人事がそう受け取るとは限らない。企業が見たいのは、自分はこうなりたい。そのために自分自身はこう成長したい。 とういうし、誘拐性の意思表示だ。それと合わせて質問しなければ、単に受け身の姿勢と捉えられてしまう可能性がある。2位。HP を見ればわかることを質問する。会社概要や給与、福利構成など、書面やウェブサイトで情報提供していることを改めて質問されると、がっかりします。物流。 就職サイトに掲載しているレベルの内容の質問だと、そんなにうちの死亡度は高くないのだなと判断します。例えば給与とか休日とか、食品、との声、はかなり多い。HP や採用ナビを見ればわかることを質問されると、企病研究をしていないし、死亡度も高くない、と人事は判断する。ただし、 サイトなどを少し探せば載っているような内容についての質問でも、それについて、深く掘り下げる質問であれば問題なし、勝者、で、自分なりの疑問をぶつけるのはもちろん OK だ。一位、休日、福利厚生、賃金や残業に関する質問、政府が、働き方改革、 進める中企業も残業削減などの改善を進めている。今年は説明会の会場などで、有給休暇の平均取得日数や福利厚生の制度について、積極的に情報開示している企業も多い。だからといって、就活性が残業員や休日のことだけに集中して質問。すると、 本当にうちで働きたいと思っているのだろうか、と疑問に思われてしまう。残業や休日のこと、福利厚生のことばかり聞かれると営業は、無理だと思う。不動産、条件面ばかりを気にした質問は、受け手としては炎症が良くない、情報。さらには、休みのコットや残業時間の質問は、 働く意欲があるとは思えない。機械。といった手厳しいコメントが多い。休日や福利厚生については HP などに記載されているほか、厚生労働省の女性の活躍推進企業、データベースに7000社以上の企業の平均残防時間や年次有給休,休暇取得率などが掲載されている。また、 そうした情報が気になるのであれば、OB、OG やリクルーターに聞くのが良い。だろう。素直な気持ちで仕事に関する質問のせよ。夏休みや冬休みなど、多くの休暇を過ごしてきた学生時代に別れを告げ、一年を通して仕事をする社会人になるため、休みが少なく毎日働く生活にはいることに、 不安があるかもしれない。しかし、どう休むか、ではなく、どう働くか、を第一義に考えるのが社会人。企業人であり、企業が採用したい人材でもある。学生が素直な気持ちで心から疑問に思ったことを質問すれば、企業の人事担当者や面接官は心を動かされる。 学質問集の受け売りではなく、自分がその企業で働く姿を想像しながら質問したいことを考えてみれば、決して NG にはならない。